南氷洋のマンモスキラーを目指していた氷河だったが、同じところを堂々巡りする不思議な感覚に悩まされる。ようやく柱の元までたどり着いた時、氷河は思いがけない人物と再会するのだった。これは一体、あなたはカミュ氷河。己、卑劣な。何をしようというのだ氷河。死である私に剣を向けるとは。黙れ。我が死カミュは宝米宮において死んだ。俺を油断させようとしても無駄だ。ジェネラルよ、化けの皮を剥いでやる。前、白鳥よ。その程度のコスモではこの先確実に破れるぞ。ファイッ。いい加減にしないで。今日お前が戦う相手私ではない。いつまでなりきっている。たとえ姿は真似てアリウスを完全に強さまで真似ることは可能だ。フリージングコブ、フリージングコブ。その程度か。フリージングコブ、ダイヤモンド脱走。オーロラサンダーアタック。全力で来い。今日がこの神湯が本物か偽物か、それだけによって知るがいい。望むところだ。南氷洋のジェネラルは神湯に負けた。崩壊させてやるぞ。ここまで見事なドッグは私に追いつめる。成長したのだな氷河。はい。それだけの加入であるはずだ。前、はい、ノーよ。ダイヤモンド出しとー。 KO 降りつく。ウィナー。ありがとう我が士官。増票がいくら集まってもセイントには無力。嬉しいぞ氷河。よくぞここまで強くなった。カミュ、本当に本当に生きていたんですね。よかった。氷河。おかしい。いつまでも南大西洋の柱にたどり着けずに同じところをぐるぐる回っていたと思ったら、南氷洋の柱にたどり着いたなんて。ここは氷河が向かっていたはずだが。セイヤ、マリンさん、火星に来てくれたんですか。セイヤ、私はお前をサンクチュアリに連れて帰るために来たんだ。な、何を言ってるんです。今地上は大水害の危機に瀕し、アテナも死に直面してるんですよ。だから俺たちは必死になって。いくら必死になってもお前の実力じゃポセイドンに勝つなんて無理だよ。信じられない。マリンさんがそんなことを言うなんて。私の言うことが聞けないと言うなら力ずくでも連れて帰るよ、セイヤ。この異様なコスモだ。さあ、私はちょっと手強いよ。覚悟しな。はい。やめてくれマリンさん。どうして戦わないといけないんだ。私にも勝てないようならポセイドンに勝たせない。夢のまた夢だ。やるじゃん。ローリングシュー。引き分けのない子だね。おとなしく帰るんだよ。せいや、おかしい。どんな時でも命がけで俺を戦いの場へ導いてくれたマリン。なんてことない。せいや、もういいじゃないか。私の手を取りな。何者だ。マリンさんは今まで生きろって俺に手を差し出すようなことはしなかった。優しさを心に秘めない。なんてことない。いつも厳しく接してきたんだ。
お前はマリンさんなんかじゃない。さっさと正体を現せ。確かに私はなんてことない。マリン、私の正体は、せいや、あんたが一番よく知ってるはずだな。くっさ、たとえマリンさんの言うことでも使えない。俺たちは戦わなきゃならないんだ。アクナを救うために。もっと痛い目に遭わないと終わらないぞ。マリンさんは本気だ。本気で俺を止めようとしている。ペガサス流星剣K.O. ウィナー。俺の実力見てくれたかい。俺のコスモはこんなものじゃない。お前は一体。私の本当の名前は聖火。聖火姉さんだって。バカな、デタラメを言うな。デタラメかどうか、今こそこの仮面の下の素顔を見せてあげる。聖火姉さん、間違いない。幼い頃ずっと俺を見守ってくれた母親のような姉さんだ。やっと巡り会えたんだね。せいや。